お祓いしていきます。いか。はい、いきます。はい。しました。いきます。どうも、K615 と、あっちゃんです。解明しました。で、今回はですね、心霊スポットに行きたいと思います。お昼ですけど、とりあえず心霊スポットに行くんですけど、その心霊スポットがこちら貴船神社でございます。この貴船神社ね、表は縁結びの神社なんですけど、この奥に 200m 行ったところがその呪いの神社だそうで、行っていきたいと思います。ではレッツゴー今から行くところはですね、わら人形の呪いあるじゃないですか。あれが生まれた場所って言われてるんですね。で、今でもなんかちょっとガチめのヤバい人たちがわら人形を夜に打ちに来るそうなんですけど、今回はその釘を探していきたいと思います。ちょっと人気があんまりないですね。マジで誰もいないのは人が、はい、やった。探してみたんですけどね、多分ありませんね、ここには釘は。だから道中の木を探していきたいと思います。あ、なんかついたけど、あの木めっちゃ怪しくね。これ探すか、裏とか見よう見よう、登ってきます。どん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 、とりあえず木これ絶対そうやん、呪いのやつやん。刺さってんじゃん。めっちゃ見た限りで 1,2,3,46本ある。やばいやばい、ちょっともうこれ出なあかんやつ、いかなあかんやつ。じゃあちょっとやばいものを見てしまったので、アプリでお払いします。はい、アプリでお払い。はい、お払い除霊モードがございます。自分についた悪いエネルギーを天上界に引き上げて浄化します、だって。で、はい、押して、はい、始まった。お払いが始まりました。お払い、あ、手を合わせてるようです。あ、お払いできたようですね。水に、これ何も書いてないです。け、おお、違う、浮かび上がってくるぞ。おお、すげえ。はい、じゃあ、いいっすよ。はい、糸に。こい、こい。え、刺さってすごいな、あれ。